皆さん、こんにちは。今回もスプライトスプレインサッカーのシャッフルモードですね。はい、大迫勇也ですね。まあ、もう説明不要の日本代表の、圧倒的なセンターフォワード。フェライニと、どうしますかね。これね、フェライニと大迫をね、ツートップで並列化させて並べると、ちょっとね、共通点、まあ、フェライニのね、このヘディング能力が圧倒的すぎるんで、はい、ちょっとバランスが悪くなっちゃうかもしれませんね。大迫ね、まあトップ下もできるんで、はい、いろいろ使い道がねありそうですね。堂安律、アルゼンチンのオフェンシブミッドフィルダーと、ボールタッチ、意外性、動き出し51で低いのでストライカーとしては使えないですね。まあこの辺でアルジェリアの選手、デリチェスみたいな人、アルゼンチンの、センターバックですね。チアゴシウアと、はい、オーストラリアのサルバック、ダニエル・カルバハルですね。スペイン・レアル・マドリードの圧倒的な右サイドバックですね。エクアドルのサイドミッドフィルダー、スピードがあります。はい、そうですね。キーパー、クルトワが入ってますね。まあ、クルトワね、ワールドクラスだと思うんですけど、ステータス的にはあまり優遇されてはいないかなと。フィード能力低いですし、まあ、コンタクト、ジャンプが高いですかね。はい。で、控えが、フェグリ、長井健介、大島良太、本田圭介。これは迷うね。どうしますかね。長井は交代要員でしょうね。大島、本田と、はい。交代が、どこを変えるか。本田。ああ、そうか。これだと、真ん中。フェグリも交代でもいいか。本田。プレッシングマン誰か、大島か。大島ですね、これ。カルバハルも入れないといけないかもしんない、これ。ちょっと苦しいですね、これだと。はい。で、ホンダとね、ああ、そうか。大島。こっちの方がバランスいいのかな。はい。まあでも、プレッシングがね、足りてないですね、あんまり。で、交代が3人ぐらいいると、ここがね、ここも変えてもいいのかな。いや、カルバハルか。カルバハルの存在がね、あれですね、逆にフォーメーション組みづらくしてる。交代3人いるんで、ちょっと一回ね、このまあオーソドックスな形にね、カルバハルを加えた形、でクロスね、ドアも上げられるんで、フライ2狙いのクロスで、まあ結局アルジェリア、フェライニが真ん中にいるということは戦術的にはクロスになるってことでしょうね。はい、ここも数的優位でね、カルバハル持ち上がって、一応使うか、ドアンを使います。クロス、フェライニのヘディング、はい、いいですね。強烈なヘディングですね。今一瞬でね、体を入れて、押し込みましたね。はい、ドアン率がプレッシングします。もう戦術フェライニでいけるでしょう。はい、ここね、サイドバックにこうやってボール下げられるのが面白いところですね、このフォーメーションの。もう、ここね、サイドで、もうカルバラ使わずに、ファークロス、フェライニのヘディングと、今競り勝ってますね。はい、フェライニの強烈なミドルシュートはキーパー。もう、フェライニが、主に、うん。ボールキープ、チアゴシューバー。ちょっと一回下げてますけど。はい。だいぶ数的優位作れますね。堂安使いますね。ちょっとパスが、クロスの方が良かったですね、今。はい、チアゴシューバーがフェグリに当たりに行きます。スリーマリに対してデリチェスみたいな人。はい、ここ一回ね、カルバハルに預けることによって、これがね、インナーラップ、堂安率。まあ、ただ、堂安とちょっとね、オーバーラップの相性が悪いかもしれませんね。あー、強烈に掘り込んでいったんだ。はい、今のね、パスがスルスルっと、まあ、速いパス送ってるんで抜けちゃいましたね。大島がプレスします。はい、大迫キープ。あー、今のキープ力がすごいですね、やっぱり。普通にあそこキープできないところだと思うんですけど。はい、カルバハル持ち上がって、大迫に預けて、ここカルバハル使っちゃいますね。クロス、ファークロスですけどね、ちょっと入んないと。で、これ、大迫も意外とヘディングあるんで、今、大迫トップ下で入れてるんですけどね。ここ前に加わって、最終ラインにね、ヘディングで入ってくれるんで。はい、だいぶ狙いやすいですね。大迫、そうですね。大迫ヘディング、うわー、すごい。
ガンガン決まる。今ね、後ろに送るパス、送るヘディングね、あんまりあれが入ること少ないですけどね、今回はもう決まりました。はい、カルバハル、ここで持ち上がることができると。かわして、ドアに出す。やばい、これは簡単すぎるな。クロス、今度は大迫ですね。はい、強烈にヘディングして、キーパー触ってますけど、押し込んでいってんですね。はい、大阪の力が大きいですね。4-0 と、ヘディングの得点が非常に多いですね。ちょっとカルバルもうちょっと見たいけど、使っていきますかね。この人変えちゃいますか。あんまりね、ちょっと、まあ、ここで使えるならいいんですけどね。ちょっと今回使えないんで。で、長井とフェブリか。長井はクロス、一応持ってるか。難しい。長い、こっちで使うか。いやー、フェグリ入れるとしたらね、大阪のところなんですけどね。いやー、どうしようかな、これ。あ、そうか。もうセンターバック外しちゃうか。もうね、リスクを犯して、これやっちゃいますね。はい。チアゴシューバーがいるんで大丈夫。クルトワですし。まあ1点ぐらいあるかもしれませんけど。サールバックだけが残るね。かなり、異様な形ですけど。大島こっちにしますね。はい。で、長い大迫はドアに、本田圭佑を締められたと。フェライニのここを狙っていきますね。やっぱりね、すべてフェライニが圧倒的すぎる、このヘディング能力のおかげですね。はい。もう、クロスがね、最終的な、攻撃の目標になるんで。はい、一回下げて、カルバハル。はい、ここのカルバハルの預けが大きいですよね。堂安のクロス、フェライニがファーで合わせて強烈にヘディング。いいですね。ほぼね。これ大迫のヘディングですね。はい。ちょっとできませんでした。下げて、カルバハル使って、堂安に出して、ちょっとプラスのクロスで、フェライニが競り合うと。はい。これも競り勝てる形ですね。はい。いいですね。フェライニのダイレクトボレーシュートは大きく枠を外れます。はい、これフェライにボールキープで、フェグリ、カルバハルに預けて、うん。フェグリ、とはちょっとここ、人数が寄りすぎてんな。いや、取られちゃった。はい、ちょっとね、ごちゃごちゃしすぎましたけど。はい、ホンダがボール奪いますね。ホンダの強烈なシュートは、シュートブロック。ホンダの強烈なシュートはキーパー正面と。はい。ミドルシュートなかなかね、入らないですけど、あれだけね、強いシュートがあるなら積極的に打っていきたいですね。うん。フェライニキープ。ここ。いや、ここ。ちょっとハンデに。カルバハルがね、いいポジション取ってるんで迷うんですよね。はい、フェグリ落としの、ドアリス。これも前に運びますか。フェライニ。いや。うん、難しいですね、この使い方、やっぱり。あんまりね、サイドバック慣れない形なんで。自ら持ち込んでシュート1点と。はい、フェグリですね。まだ34。はい、フェライニがプレッシング。はい、ホンダ。大島。もう無理に使う必要ないか。はい、フェグリボールキープ。センタークロス、フェライニヘディングと。強烈ですけど、なかなかやっぱりね、ヘディングの成功率っていうのが、高まってこない。はい。フェグリから。真ん中。サイド。ドアンカットイン。得意の角度のシュート。1点ですね。いいですね。終わっちゃった。はい。6-0 ですね。もう全体的にね、非常に新鮮な内容だったと思います。こういうね、試合のが一番、興味深いというかね、カルワハル、サイドバックで入れましたね。今までね、あんまりサイドバック使ってこなかったですけど、いざね、入れて、積極的に使うとね、こうなると、これ、まあ、カルワハルの能力が非常にね、高いっていうのもありますけどね、今回攻撃フェーズに特に、注目してね、サイドバックカルワハル使っていきました。ここサイドセンターミッドフィルダーがボール受けた時ですね、これが、サイドバックへのパスコースが開く瞬間でね、はい、ここを、まあ、あるいはウィングでもいいですけどね。はい。ここをもらって、レイオフして、前に上がるという形ですね。このね、戻しのパスですかね。まあ、
最近ではね、もう、香川真司とか、昔からね、ドルトムント時代から、しょっちゅうね、バックパスやってましたけど、昔はね、あまりバックパス、いい印象がも取れてなくてね、効果が、よくわかっていなかったんですけど、まあ、最近ではね、もう、普通になりましたね、ここもらって戻すってね。やっぱりね、ボールホルダーの前に人がいるっていうのが、縦への推進力を得るためには非常に重要なので、ここでバックパスしてね、ボールの位置を下げて、前にね、一人人を余らせるっていうのが非常にね、重要ですね。はい、今回もそれをね、積極的につき、使っていきました。アルジェリアとしてはね、ここに低い位置にカルヴァハルがボール持ってゲーム組み立ててくるんで、前線からのハイプレスがね、必要でしたね。ちょっと、それが不足してるんでね、攻撃の組み立てに対してアプローチする選手がいない、できないというような状況でしたね。はい。これが難しいところだったと思います。っていう感じですかね。カルヴァハルとしては、縦のね、速さがあるんでね、ボール持ち出す動きですね。で、前線に、堂安律がね、いるんで、はい。あるいは、ここね、フェグリが開いてくれば、そこに預けてもいいですね。前半から後半にかけてね、フォーメーション変えました。後半ね、センターバック減らして前に足したんでね、当然攻撃の効果は上がるんですけれども、オフェンシブミッドフィルダーをね、2枚にしました。よくやる形ですね。大迫勇也とフェグリと。で、右にね、フェグリ入ってたんですけど、これね、前半と明らかに違いますね。フェグリがここにもらいに来てくれるんでね、カルバハルに対してパスコースが1つ増えると。あるいはフェグリがね、もう走り込んじゃって、堂安とちょっとポジションかぶってるぐらいのね、ウィング側的な走り方して、サイドに流れてボールを受けに来ると、いうね、そういう動きがあったんで、よりね、こっちに3人数的優位作って、もうアルジェリアはさらに守りようがなくなると、そういう状況になってましたね。はい。サイドバック非常に効果的だと思いますね。ここのサイドで数的優位作っても、守らせないっていうね、そういうやり方をするのであれば、こういうね、攻めはありだと思います。でですね、やっぱりね、今回支えたのは、そのね、サイドの突破を支えたのが真ん中のフェライニーなんですよね。結局今回もフェライニーがいなければ、ここまで得点というか効果的な攻撃とは言い難かったかもしれない。大迫でもいいんですけどね、大迫ヘディング持ってますけど、フェライニーのね、ジャンプ力 ヘディング96、98みたいな能力ではないので、あくまでもアジア相手にね、通用する、強力なハイヘッダーなのでね。そうなってくると、このサイド突破の戦術自体を見直す必要が出てくる可能性も、なきにしもあらずと。はい、やっぱりね、このクロス上げたとき、このクロスがね、有効な攻撃手段として、選択肢に入るかどうかって、サイド突破のね、成否に非常に関わってきますね。最近は、もう真ん中に圧力かけてね、縦に速いサッカー流行ってますけれども、あれもね、サイドの、重要性がね、どうなのかっていうことですよね、結局ね。はい。ディフェンダーとしてはね、相手をサイドに追い込むことが一つのね、守り方の目標になるので、そうなってくると、サイド突破っていうのはね、もう、もともと相手が追い込みたいところに自ら入り込んでるというようなね、そういう感じにも取れますよね。取りようによっては。はい。難しいところですね。今回は非常にね、サール突破が、機能して、で、真ん中にフェライニがワントップで備えていると。フェライニの圧倒的な力に頼った攻撃ですね。はい。あとは本田も大島も良かったと。もうね、完全にこっちで崩してたんでね、あんまり、フィルターラインとかね、真ん中の攻撃は、関与してこなかったですけどね、はい。っていう感じですかね。全体的にね、非常に面白いこのサイドバックと右のね、関係性だったと思います。これね、ぜひともまた試してね、ここサイドをトライアングル作って、相手の左を破るみたいなね、そういうのをやっていきたいと思います。というわけで今回はサッカーアルジェリア代表相手に6対0でした。また次回、失礼します。